こんなびちょびちょになりました。こんなにちょっと。一番ひどい目にあった。だから早く帰るよ。傘だって持ってくればよかったのに、お父さんが持ってこないからいけないんだよ。まあそうなんだけど、ほらママも傘いらないって言ったじゃん。傘いらないだなって、傘いらないだなって。そんな言い訳を僕は聞いてません。いや、さっきはすごいだね、雨が。雨すごかったね。びちょびちょになっちゃったもん。ね、うん、でもあっちゃんもびっちょびちょになったけど ね、 ね、まあまあでもね、うん、まだまだっていうか暑いからね。そうですね、全然そういう寒いことないからいいね、うんうん、そうね、ちょっとよかったですね。二人ともね、雨好きなんだよね。雨が好きです、ね、もう一番もうウキウキして場所にやってたもんね、うん、あっちゃんもね、雨でね。なんかね、子供の頃ね、それお父さん長靴買ってもらってね、ウキウキした時あった、思い出しちゃったよ。あ、そうですか。うん、あっちゃんが雨でウキウキしてるのでね、そして長靴買ってもらったんだね。黒い大きな長靴を。なるほど。あれで嬉しくてね、雨降って、うん、それ思い出したよ、あっちゃん。要は聞いてる？お父さんの話なんかどうでもいいんですよ。僕はそんなのはどうでもいいんです。早くおやつをください。なんでそんなこと言うの。お父さんの長靴の話も聞いてよ。長靴を履いた猫なら知ってますが、長靴を履いた犬なんて誰も求めてませんから。いや、そんなことないよ、ゆうちゃん。ね、お父さんの長靴の話も聞いて、なぜが二人と思うか、なんかね、なんか並んでるけど、なにアピールがあるんでしょ。何か言いたいことがあるんだよね。ね、そりゃそうですよ、お父さん。さっきから僕は一生懸命言ってるじゃないですか。おやつが欲しいんでしょ。そうですよ、さっきから僕はずっと言ってるのに、ママが邪魔ばかりしてお父さんが話聞いてくれないんですよ。そういうこともあるかもしれないけど、リュウちゃん、タッちゃんもいるんだから、そんなこと言わないでさ。本当に欲しいの、おやつ。そっちばっか見てるじゃない。
ね、あっちゃんも二人ともどこ見てんの。実はたくさんもらったんだよね、おやつね。そう、おやつもらったのにママが意地悪するんでしょ。意地悪はしない。おやつを、そのおやつを出してくれないでしょ、ね、実はそこにおやつあるの知ってんだよね、あっちゃん。あっちゃんも知ってるでしょ。知ってるでしょね。でもそうでしょ、目線が全然お父さん見ないでもうほら。はっきり言いますけど、目線なんかどうでもいいんですよ、お父さん。分かってます。もらった、すごいたくさんもらったから。そうだね。じゃあそれをちょっと見てみましょう。プレゼントです。うわー、よかった。でもまず見たいのは肉球クリームじゃない。え、多分違うんだと思うけど。違う。まあとりあえずこの中に入れてて。うわすごい。ありますね。じゃあまずはこれね。はい。おお。肉。蜜ろうクリーム、肉球のケアに最高のやつね。うん、ここまでも。おお、すごいいっぱい、ありがとうございます。これでね、夏場とかもさ、やっぱ肉球が結構ね、うん、疲れちゃうからさ。うん、そうですね。これでケアを。毎日してるんだよね。そうですね。ゆのすけのあっちゃんもね。本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆとあっちゃんの好きな。はい、ミルクガムですね。ミルクガムですね。はい、これでもね、ちょうだいってずっと言ってて、ママが意地悪するって言ったやつでしょ、さっき言うのは。10パックの。10パック。お、もらいました。おー、ありがとうございます。10パックもあるよ、カミカミチキン。すごい、ミルちゃん。こんなにあるのに、くれないからさっき龍が怒ってたんでしょ。そうですよ、お父さん。僕はね、ここにカミカミチキンがいっぱいあるのに、ママが僕に意地悪をして一つもくれないから怒ってるんですよ。ずっと僕はこれを知ってたんですよ。段ボールの中にママが一人で隠し持ってることを僕は知ってたんです。絶対100だけこれを食べてもらいましょう。そうです。いいね、楽しみだね。ペロッペロッてして、はい、あ二人ともペロッてしたよね、なっちゃんも、ね、はい。なんかメッセージもあるから、ちょっとメッセージも読みますね。今までもね、いっぱいファンの方からね、ゆのすけとあっちゃんのね、おやつとかいろんなものもらってきてるけど、ね、嬉しいね。本当に皆さんありがとうございます。昔飼ってたワンちゃんを思い出して感動しました。あ、ありがとうございます。ギフトを楽しみにしてください。ありがとうございます。喜んでるね。もっとちょうだいって欲しいのね。いいねボタンも、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントもね、ぜひ励みになりますので、ぜひコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。読んでますのでよろしくお願いします。それではまた、さよなら。さよなら。バイバイ。ありがとう。バイバイ。おじいちゃんもあーちゃんもバイバイ。